地米エイトも空母が集結しています。今回は、護衛艦伊豆、元 F-35B 戦闘機の各国との展開を詳しく見ていきますね。中国の空母も、来年以降常時展開する可能性もあり、緊張状態が増しています。日米、同盟は、強固に日本を見捨てる、報道しているメディアは、国民が見捨てましょう。見ないよ。ついにというか、やっとというか、護衛艦いずもでの F-35B ステルス戦闘機の発着訓練が年内にも開始する予定となったようです。個人的には長かったなと感じています。今回は、この護衛艦いずものこれからの展開について考察していきたいと思います。海自のいずも型護衛艦は、最新鋭ステルス戦闘機 F-35B ライトニング2を艦上に搭載し、運用するために改修工事を行っています。伊豆、モノ飛行甲板の耐熱改修工事は、2021年5月に終了していますが、アメリカ海兵隊の協力を受けて、日本に駐留中の F-35B を使用して、耐熱甲板のテストと発着艦訓練の2つを年内に行う方向で、検討を進めているということです。この試験と訓練ですが、海おのずとアメリカ海兵隊の共同作戦が可能ということを大々的にアピールすることによって、東シナ海、南シナ海、太平洋へ強引な海洋進出を行っている軍事大国中国を牽制したいという目的もあると推測されています。つまり、日本とアメリカとこんなに強い協力関係があるんだぞ。余計なことをしたらただじゃおかないぞ。といった感じに、プレッシャーを与えたというところでしょうか。いずも、加賀の2艦は、F-35B 戦闘機が発する高熱にも耐えられる耐熱塗装を飛行甲板に施しました。また、発艦時に、乱気流が発生しやすいと言われている、台形の艦首の形を四角形に変更しました。今後、有事の際に F-35B を格納する、格納庫改修工事など艦内区画整備を進めていく予定になっています。現行の中期防衛力整備計画では、空自は2023年度までに F-35B を18機購入予定で、宮崎、県ニュータバル基地に配備して、2024年から本格運用の予定だそうです。その時までは、現在、山口県、岩国基地駐留のアメリカ海兵隊所属の F-35B 戦闘機を発着艦させることになります。アメリカ海兵隊は、かなり前から F-35B 戦闘機を強襲揚陸艦に乗せて運用しています。今回、日本との共同作戦によって運用技術を習得して、将来的な利用に活用したいと、考えがあるようです。前述のように、日本とアメリカの共同作戦の目的として、中国への牽制という見方があります。ここ数年、東シナ海、南シナ海、そして太平洋などの海域に、中国が強引に海洋進出を図っていることは、周知の事実ですね。この行為は、日本だけでなく、周辺諸国への大きな脅威になっています。日本が一番圧力を受けているのは言うまでもなく尖閣諸島ですが、中国が周辺諸国だけではなく、アメリカは当然のこと、遠くヨーロッパ諸国を敵に回しても構うことなく海洋進出を企てているのには理由があります。経済発展著しい中国は、その潤沢な資金を惜しげもなく軍事につぎ込んでいます。その結果、近年の中国は空母やイージス艦、強襲揚陸艦、原潜などの艦艇を次々に建造し収益させています。今やアメリカ海軍に負けないほど巨になった中国海軍が我が物顔で海洋を暴れまくり、
傍若無人と表現したいほどの海外進出の支柱になっているのです。中国が空母の保有に力を入れ始めたのは1980年、昭和55年頃からでした。NHK のシルクロード放映が始まったのがこの年です。この番組に触発されたのか、中国へ行く日本人が増えました。観光業が盛んになったことで、中国への外貨流入が多くなり始めた頃ですね。経済が上昇してくると、自分の力を誇示する方向に、人間だけでなく国家も向かうようです。中国は、オーストラリアやロシアから退役した空母を購入しました。その技術を習得した上で、1998年、平成10年にウクライナから購入したのが、ワリャーグです。この艦は、ソ連崩壊のどさくさに、ウクライナに引き渡された空母でした。ソ連末期は、国としての形が、ほとんどなっていませんでしたから、予算が滞り、工事半ばで中断されたものも多かったはずです。このバリャーグも、やはり未完成品でした。中国は、スクラップという名目で、このバリャーグを購入し、改修工事を行い、結果として、53,000トン級001型空母、遼寧として収益させたのです。バリャーグを遼寧に改修するという工事で、中国は、空母建造のノウハウを習得しました。このノウハウを活用して、国産空母の建造に着手した中国は、2019年、令和元年12月に、55,000トン級002型ソラカー3トンを収益させました。遼寧、3トンの両艦の搭載機は J15 戦闘機です。搭載数は、遼寧24機、3トン30機ほどと言われています。この数は、アメリカ空母の搭載数の半分以下ではありますが、中国が、アメリカの後塵を拝している、わけはありません。中国は、満載排水量85,000トンという003型空母を現在建造中です。この空母は、100機近くの戦闘機が搭載できると言われ、アメリカの空母とほぼ同数になるそうです。この003型空母は、発艦方式として、電磁式カタパルトを使用すると予想されています。遼寧や3トンはスキージャンプ方式だったので、戦闘機の燃料や兵器の搭載量に制限がありました。しかし、003型は、フル装備の戦闘機でも発艦できるようになったので、大幅に戦力が強化できると期待されているようです。それだけでなく、中国で、ハ003型空母と同型艦004型、095型の2隻の空母を建造中と推測されているのですが、この2隻は原子力空母になる可能性が囁かれています。中国海軍はこれらの空母を護衛するための巡洋艦、駆逐艦の建造にも注力していて、2020年に一番艦南明が収益した055型駆逐艦はレーダー性能アップが図られているだけでなく、ミサイル垂直発射装置が112セル配置されることで、強大な防空能力が備わっていると思われます。原子力潜水艦については、従来より静粛性を高めたという095型攻撃型原子力潜水艦が建造中ですが、他にも4万トン90、母号型強襲揚陸艦建造が進められているそうです。中国海軍は、以前は、戦略ミサイル原潜以外、中国本土沿岸防衛のための戦力しか持っていませんでした。しかし、徐々に遠洋進出できる能力を高めてきていることは間違いありません。日本は、これまでは、
南西諸島防衛に重点を置いてきましたが、中国の軍備拡張方向が変更したために、戦略の変更を強いられることになりました。中国が広い海のどこに出没するかわかりませんが、それに対応しなければならないということです。防衛省は、中国海軍の動きを勘案した上で、2018年の防衛白書の中で、中国の脅威を指摘し、出雲、潟子栄艦の空母化改修について言及しています。日本の防衛に必要な戦力は、高い性能を有する戦闘機を所有して航空優勢を確保することとされ、つまり、できるだけ多くの飛行場で運用することが非常に重要というのですが、狭い日本の国土では、新しい基地を設営することは、どう考えても無理でしょう。となると、スペースの狭さを補うためには、本体の機能性アップが必要ということで、短距離離陸、垂直着陸が可能な戦闘機、ストブ機が使用できる、護衛艦が必要という結論になりました。南西諸島周辺の東シナ海でも、この状況は同様です。さらに、太平洋上では、自衛隊が使用できる飛行場は、本土から遥かか離れた、硫黄島しかありません。洋上に浮かびながら、戦闘機を運用できる、護衛艦の存在は、防衛上非常に重要ですが、そのための手段として出雲、潟護衛艦出雲、加賀、二艦の改修がどうしても必要なので、日本防衛のために、必要最小限度の戦力とみなしているということです。なお、白書では、二艦とも戦闘機の運用機能だけではなく、ヘリコプター運用機能、対潜水艦作戦機能、人員や車両の輸送機能、医療機能などを備えた多機能護衛艦としてみなしています。平時に戦闘機を乗せるのは発着艦訓練時だけという方針です。あくまでも、専守防衛の範囲で運用されるために、出雲、加賀は、憲法9条で保有が禁止されている攻撃型空母には当たらないと言っていますが、どう見ても攻撃型空母にしか見えません。